はい、こんにちは。美容室歩くのマナトです、今日はですね、こちらのモデルさんを、ピンクにカラーしていきたいと思います。スライスは5ミリスライスで取ってきます。薬を取るときは幅が短いので先っぽにだけ薄くつけるのがポイントです。これでドバッと取ってしまうと伸びてしまうので、先にまっすぐ線を引いてあげるっていう感じがとても大事です。1回目の塗りでは薄付きでできます。幅が短いリタッチの時はあまりチェックをすると伸びてしまうので、なるべくチェックをしない前提でしっかりと1回で塗っていきます。リタッチ幅が短いブリーチの場合は下のパネルにつきやすくなるので、つむじと放射状にスライス線を引っ張ってあげるのがとても大切です。イメージとしては天使の輪っかをイメージするように、円を描くようなイメージで線を引いて塗っていくと一番下のパネルにつきづらい塗り方になります。そしてよく塗るときにブロッキングをして全部4面塗ってしまう方がいるんですけど、ここは残してあります。テールでスライスしたときにこっちに薬が伸びてしまうので、こっち側は塗らないように塗っていきます。でここも細かく下のパネルに薬が伸びないように塗っていきます。普通だったらこっち側サイドを塗るんですけども、リフトしづらいのが頭頂部のところになります。先に頭頂部を塗っていきたいと思います。前を4面先に塗ります。ここが抜けづらいところになって、もみあげのサイドのパネルはリフトしやすいのでそっちを最後に塗っていきます。イメージとしてはちょっと斜めにスライスをするような感じですね。そうするとサイドは下のところにつきづらくなるの で前髪も特にリフトがしにくいところになります。この段階でしっかりと前髪のところをつりをつけていきます。はい、でここまでいったら今度は普通の順番ですね。バックサイド、こちらを、手早く塗っていきたいと思います。ここからちょっとペーパーを貼っていきます。アンダーのところは正直リタッチこれしかないので、ここだけ貼っていきます。8の方がカーブが急なので下のパネルにつきやすくてダメージして切れたりしやすい場所になるので、そこだけを今回はペーパーを貼っていきます。大体頭の8ぐらいになったらここで貼っていきます。ブリッジは放置時間の間にもちょっと伸びてしまいます。大体5ミリぐらい放置している間に薬が伸びるので、それを予防するために今回はペーパーを貼っていきます。なのでリフト力とかは正直ここまで今回のブリーチにはこのペーパーを貼る意味あまりないです。これぐらいで来ています。今外しているペーパーがペーパーテックっていうアリミノ酸から出てるやつで、和紙みたいな素材なんですけど、水をあまり通しづらいのでオーバーラップするリスクを軽減してくれるっていうペーパーです。クレストン色的にはこれがノーマルなピンク、青紫系で寒色の補色とかに使われる紫系に、これだけ単品で使うとちょっとこうすごい抜き切れてるベースで使うと白っぽくなるんですけど、少し中色っぽくなってしまうので、それをカバーするためにちょっと出してここで調節する。あんまり入れすぎると結構紫になるので、ここを今日は絶妙な感じを狙って作っていきます。ちょっと僕の暗号なんですけど、目元がトンってちょっとこうアナログな、これ画期的だと思うんですけど、誰も
僕以外やってる人いないんですけど、まあ根元が5ぐらいが1回のリタッチで、中間はここまで大体目の位置の抜けやすいところですね。あくまでも自然につながるぐらいの濃さで塗っていくので、そこにつながるように毛先は作っていきます。リタッチ幅が1センチぐらいだとブリッジがベタでくっついてるので、頭皮にちょっと負担がかかりやすいですから、塗装するときはハケの毛先をこうグッと押さないように優しく置いてあげるような感じで塗っています。幅がすごく短いので、スライスしたところをこのように持っていく感じですね。何回かに分けるんですけど、最初に置いちゃいます。今日作るのはちょっと鮮やかな濃いピンクなので、ピンクシャンプーも結構しっかり入れてきます。一回シャンプーが終わった状態です。マゼンダっぽい感じのピンクになってます。フォレストンでカラーをしたんですけど、その時はもうちょっと紫寄りに色が入っていて、でピンクシャンプーでちょっと赤を足したような感じです。なんでそういう風にするかっていうと、ピンクシャンプーの方が彩度が高いので鮮やかな感じで色が出てくれます。ピンク系がちょっと濁っちゃったり彩度が下がると発色が悪く見えるので、ピンクシャンプーが入る前提でカラー剤を設定してそこに入れるっていう感じで今日は作ってあります。ということで完成がこちらです。ちょっとカラー塗った時には根元、中間、毛先で分けて塗っていたと思うんですけれども、夏に退色しやすい鉢の角度が強いところをちょっと濃くして、自然なつながりが来るようにやや控えめなグラデーションで塗ってあります。で今日の色はホワイトピンクとかではなくて、深みのある濃いマゼンダっぽいピンクを、すごくツヤが出やすくってストレートのスタイリングが合うかなと思います。